にちはニャです。ってことでね、アバンとフローラがバチクソに相性いいんで紹介していこうと思います。こんなに強い光いっぱい久々ですね。で、まずアバンですが、バインドスキブ封印、暗闇耐性、樹脂3つ、回復泥強2つ。強覚醒がスキブ2つに回復泥強2つに L 字持ってます。スキブ4つにしてもいいし、回復泥強4つにしてもいいし、L 字つけてもいいって感じでね、かなり強い覚醒持ってます。そして8枠潜在ね、偉い。そして、スキルです。1ターンのスキルでロック解除して、指を1秒延長ですね。これ1ターンだからね。毎ターンロック解除と1秒延長できます。これによってね、ロックと指現象に関しては全く怖くなくなりますね。毎ターンループすれば、これマジで何にも怖くないです。そしてですね、これ裏のスキルも溜めやすいんですね。1ターンだから。裏も溜めやすいのもすごくいいところ。そして、まあ、リーダースキルも一応確認しておきましょうか。リーダースキルはですね、光ドロップ消すたびに 1.5 倍、光3コンボイドでダメージを激減、コイルクが6倍、固定500万ダメージです。で、はい。続いて、リーダーフローラですね。フローラはですね、変身、スキブ3で変身です。で、変身は23ターンで、光ドロップ目覚めしながら変身していきます。で、変身後がこちら。はい。バインド封印指。で、暗闇耐性に樹脂3つ、高焼き2つですね。で、このね、暗闇耐性被ってます。アバンと。で、被ってんじゃん、良くないなって思うかもしれないんだけど大丈夫なんですね。なんとですね、これスキルですね。はい。スキルがですね、2ターンのスキルで1ターンの間、チーム内の暗闇耐性の数に応じて攻撃力と回復力が上昇。で、水と闇を光に変化させます。これが強いですよね。で、6解除ないんだけど、6解除アバンするから問題ないんですよね。で、これ、暗闇耐性被ってるけど、暗闇耐性はエンハーバイルスに関わってくるから、被ってても全然 OK。被ってる方がいいですね。で、8枠潜在です。はい。で、リーダースキル。光3コンボ以上でダメージを激減28倍、4コンボ加算、毒ダメージを無効化となっております。ダメージは無効化ですね、毒の。で、これですね、フローラー今回ループするんで、大量生成エンハンス回復力ループなんで、めちゃくちゃ強いループしてます、今回。フローラループがですね、普通にシンプルに強い。暗闇耐性の数も増えるし、で、大量生成も毎ターンできるし、で、エンハンスね、攻撃力と回復力両方のエンハンスが毎ターンかかるんで、めちゃくちゃ強いです。で、ギミック対応に関しては、アバンがね、ロック解除は毎回してくれるし、指延長も毎回してくれるんで、ギミック対応もかなりしてくれてるので、安心。まあ、指延長を毎ターンするってことは、ほぼ指固定リーダーと同じだからね、マジで強いです。で、ロック解除も6個枠ないから大丈夫。で、他のね、2枠。空いてるんで、2枠4枠か。4枠空いてるんで、4枠でですね、3枠だ。3枠空いてるんで、アバンとフローラ2体が埋まってるんで、残り3枠でですね、ギミック対応してもらえばいいんで、かなりですね、技術度も高くなってます。ってことでですね、今回はですね、戦術で遊んできたんで見てください。どうぞ。さあ、やっていこうと思います。正直ね、この編成ね、強すぎてですね、戦術じゃオーバースペックですね。もっと難しいダンジョンで測りたいんですけど、そんなダンジョンないから、しょうがなく戦術やってるって感じになってます。じゃあ、まずですね、アバン、カーズ、フローラ2体変身して、マーメイド撃って、フローラ撃って、殴っていきましょう。はい、平積みでーす。はい、はい、はい、はい。しっかりめちゃめちゃあるからね。はいと。よし、で、軽く見たらわかる通りですね、めちゃくちゃ簡単に完走します。はい、突破。さあ。カーズの副属性すら乾燥してるからな。続いて3回、2回層ですね。2回層ダメージ無効はカーズの変身時の継続で OK ですね。でダメージ吸収は光の3セットか光の5セット以上組んで殴っていきましょう。いや、はい、はいと。いいですね。しっかりと組んで、これで殴っていきます。はいと。そして、こっからですね、アバンとフローラはループでございます。さあ、3回層ですね。3回層ダメージ吸収の敵は光3セットか光5セット以上で削ってください。はいと。じゃあ、フローラ撃って大量生成して殴っていきましょう。でね、アバン撃ってないんだけど、アバンは全然撃って大丈夫ですからね。ただ、めんどくさいから撃ってないだけですね。はい。よし。これで削っていきます。はいと、ミスりましたね。はい。さ、じゃあもう一回ね、フローラ撃って殴っていきましょう。光ね、5セットで削った方がですね、削りやすいような気がしますね。光3セットか5セットなんだけど、5セット以上なんだけど、光5セットで削った方が削りやすい気がします。はい。副属性がね、削ってくれるんでね。はいと。さあ、じゃあフローラ撃って、また平積みしていきましょう。はいはい。一回吸収されてもね、副属性が削り切ってくれるんで、まあ、いい感じに殴っていきましょう。はい、光が落ち込む入っても、このまま倒せます。さあ、続いて4階層ですね。4階層はマーベル撃って、回復追い打ちを2個以上組んでください。はい。マーベルと。で、追い打ち組んでいきます。はいはい、追い打ち。で、追い打ち組むと。はい、追い打ちな、追い打ちしなかったな。はい、1個しかしてないね。さあ。で、次ですね。はい。残ってたらですね、回復追い打ちまだ組んでください。はいはい。追い打ち組んで。で、平積みです。しっかりと組んで。はい。待っていきましょう。さあ、コンボ吸収かかって、デバフ食らいます。さあ、で、無効ですね。はい。さあ、じゃあ、フローラ打って、で、カーズ打って、殴っていきましょう。はい。回復追い打ちと、平積みしていきます。はいはい。はい、OK ですね。で、今度こそ全部ね、雲返して、で、しっかり殴って、半分持っていきましょう。はい。で、こいつ喜んでね、ヘイストしてくれます。センキュー。よし。じゃあ、フローラ打ってね、殴っていきましょう。
はい、フローラと。はい、で、平積みしていきます。平積みと。はい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 。で、もちろんですけど、これアバン打っていいからね。アバンは打つの省略してるけど、本当は打った方がいいですね。はい、76パズルだからね。さあ、突破です。続いては5階層ですね。5階層ダメージ目はカーズ打ってください。で、消せない回復はファスカで返してください。はい。じゃあ、フローラとカーズ打って、平積みしていきましょう。全体攻撃含めながら殴るといいですね。はい、OK です。これで殴って、削っていきましょう。はい、突破です。さあ、続いて9階層ですね。6階層ですね。6階層、前田は光の3セットの11コンボで倒せます。明智はあと1でカーズ打って、光の5セットの10コンボで倒せますね。はい、じゃあ、平積みしていきましょう。はいはい、いいですね。しっかりと組んで殴っていきましょう。はい、突破。さあ、続いて、7階層ですね。7階層は、雲帯は、回復の追い打ち組んで殴ってください。で、光3セットで突破ですね。はい、さ、回復追い打ちと。で、平積みして、殴っていきます。はい、いいですね。で、雲は全部直して、で、突破していきます。はいと。さあ、続いて8階層ですね。8階層、毛利は一旦待ってから光4セットで突破。その他は、あと1でね、4セット組んで倒してください。はい、1コンボと。で、マイナス消しながらさらに1コンボしていきます。はい、1コンボと。いいですね。そしたら、フローラ打って殴っていきましょう。もう当然のようにね、アバンはループしてないけど、何度も言うけど、アバンはループしていいからね。はい。ただ、めんどくさいからしてないだけですね。はい、じゃあ、突破していきましょう。はい、突破。さあ、続いて9階層ですね。9階層はですね、これダメージ向こうの敵はカーズ。ダメージ吸収は光5セットで削ってください。はい、カーズと。で、殴っていきます。はいはい、平積みですね。平積みと。いいですね。はい。で、削っていきます。はいと。いいですね。これで削っていきましょう。はいと。さあ、じゃあフローラ打って、また平積みしていきましょう。はい、フローラと。いいですね。で、平積みです。あ、いや、はい。回復力はね、エンハンスかかってるんで、この毒ダメージは怖くないと。そもそもダメージ無効じゃん。毒ダメージ無効でした。やばい。なかったことにしてもらって。はい。またフローラ打って殴っていきましょう。危ない。エアプンになるとかやった。危ない。はいと。はい、OK ですね。これで削っていきましょう。よし、ちょっと削れたね。さあ、じゃあもう一回フローラ打って削っていきましょう。副属性がね、うまく倒してくれるのを待ちます。はい、いいですね。これで削っていきましょう。よし、突破。さあ、続いて10階層ですね。10階層、武田はカーズ打って、光3セットで突破。上杉は光3セット。伊達は光3、4セットですね。で、殴っていきます。はい、カーズ打って、平積みしていきましょう。さっきの耐久もね、結局カーズ溜め直したと思えばね、あんまり変わんないんですね。はい、じゃあ殴っていきましょう。はいと、いいですね。これで突破していきます。さあ、続いて11階層ですね。11階層、稲姫はヘスティア打って、カーズ打って、光の3セットの15コンボ。ネネはカーズ打って、光の4セットで倒してください。オイチはファスカ打って、光4セット。銀チは属性吸収耐久した後に、カーズ打って、光3セットの14コンボで倒せます。で、一番面倒に銀チを引いてますね。こいつマジでだるいからな。はいはい。じゃあ、平積みしていきましょう。はい、毒無効なんでね、毒ダメージは食らえませんね。はい。さ。で、待ちます。はい、あと2ターンですね。はい。さあ、フローレン打って、また待っていきましょう。はいと、いいですね。さらに待ちます。はいと、さあ、あと一旦ですね。またフローレン打って、フローレン?フローラ打って待っていきましょう。で、ロックされたからね、久々にアバン打ちましたね。本当は毎ターン打ったはずなんだけどね。はい。よし。さあ、待ちます。よし。でね、やっと属性吸収終わったんで、殴って突破していきましょう。指原子起きたから、またアバン打てます。はい。さあ、カーズ打って。あっと、カーズが指原子直した今もしかして。もしや、お前。はい。今、せっかくのアバンの出番を。はい、じゃあ殴って突破していきましょう。よし。さあ、突破です。続いて、12階層ですね。12階層はですね、ここ次、ヘスティアが打てるタイミングで突破してください。で、豊臣は光4セット。徳川はカーズ打って光の4セットで倒せます。はいはい。じゃあ、平積みしていきましょう。はいと。いいですね。これで削って突破と。さあ、続いて13階層ですね。13階層、ここ、陽気比出たらヘスティア打って光4セットですね。ない場合は全力で 50% 削ってください。で、ファスカ打ってアバン打って突破ですね。で、織田の場合はカーズ打って光5セットで倒せます。はい。さあ、じゃあカーズ打って平積みしていきましょう。平積みと。はい、いいですね。これで削って突破していきましょう。はいと。
突破。さあ、14階層、アテナ階層ですね。火アテナは光4セットの11コンボで、ね、ワンパンですね。耐久しても OK です。で、水のアテナはカーズ打って光4セットでワンパン。で、闇のアテナは光6セットの12コンボでワンパンとなってます。はい。さあ、じゃあ殴っていきましょう。はい、突破。さあ、続いてボスですね。ボスはですね、これ、あと1でカーズ打って光6セットでワンパンでございます。はい。さあ、1コンボして、1コンボして、さらに1コンボと。で、フローラ打って、で、カーズ打って殴っていきましょう。はいはい、平積みです。平積み、平積み、平積み、平積みと。いいですね。これで殴って、突破していきましょう。はい、突破です。さあ、ボスですね。ボスは光5セットの14コンボで 50% 削れるんで、2回やればもうおしまいですね。はいと。よーし、行きます。はい、フローラ打って、で、アバン打ちましたね。で、殴っていきましょう。はいはい、平積みです。平積み、平積み。いいですね。これで削っていきます。はいはいはいと。さあ、まずは半分。よし。で、消せないは、ファスカ打てば OK と。ファスカ裏溜まってんね。よし。あ、ファスカの裏のね、マーベル打てるやん。で、フローラ打って、アバン打ってね。で、殴っていきましょう。はい、しっかりとね、指も伸ばしたんで、しっかりパズル組めて。はい、これでね、おしまいです。はい。ってことでね、よかったらですね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。始まるとね、タイムはこんな感じになっております。はい。続いてね、代用解説していこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、ファスカにマーベル、フェスティアにマーメイド、カーズにオビワン、アバンにカイドウ、フローラにベリアル、フローラにアマージュです。継承は全部スキルベ1で OK です。その他のね、詳しい代用については、組む人を見といてください。ってことで、以上です。もしね、参考になったら高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。